カジアさんハート、BBB さんお茶、A ランチさんパン、ありがとうございます。こんばんは見に来てくださってありがとう。今日は一日がめっちゃあっという間でした。もう気づいたら夜でした。 A ランチさん、日立さん、号さんお茶、 BBB さん、 A ランチさん牛乳、真空圏さん、絆さんパン、日立さん、号さんおにぎり、アクトンタカさんもありがとう、スカイホエルさん、スーさんハートありがとう。今日は朝からお仕事だったので、まあ、合間にね、休憩時間っていうか、お仕事のお仕事の間に時間があったりとかはしたんですけど、今日はめちゃくちゃ一日があっという間でした。ペンギンさん、お茶と牛乳ありがとうございます。スーさん、だるまありがとう。こんばんは。私は今日の配信でインスタグラムのリンクを作りたいと思います。ここにさ、お話し会はこちらって永遠にあるの。お話し会はこちらじゃないんですよ。お話し会の受付はないんです。終わってるんですよね。だからこれをインスタのリンクにしたいなと思って、どうしよう。もうシンプルに自分の写真とかよりもさ、インスタグラムはこちらってさ、シンプルにした方がいいかな。でもよ、そうそうそう、リンクをさ作った方がいいかなと思って、なんかこんな感じで写真を使うのもありだけどもどう思う？こういう感じのにした方がいいかな。私のインスタグラムね、でもなんかなんかさ、それこそこれと同じ写真じゃないですか。どうしよう。種馬さん、ナオピーさん、牛乳、ウさん、クマパン、ペンギンさん、パン、スーさん、ハートありがとう、真空圏さん、おにぎり、マネ、羽馬さん、おにぎりありがとう、ナオピーさん、お茶ありがとう。あ、インスタのアイコンっぽい色。あ、なるほどね。青っぽい感じね。確かに水色とかだとさ、瀬戸内カラーっぽいよね。そう、なんかね、後ろにさ、めっちゃ初期みたいにこう自己紹介の紙とか貼ってたじゃないですか。そんな感じでインスタグラムのリンクはこちらって言って書こうかなと思ったんだけど、でもやっぱり自分で検索するのってなんかやらんやん。リンクやったらすぐさ飛べるからさと思って、ちょっとやろうかなと思ったんですけど、確かにインスタグラムはこちらやってみようか。やってみよう、やってみよう。ね、サイズがあるんだよね、これ、ショールームのこのリンクの。でね、うなぎさん、コロコロさん、パンありがとう。なんぼだったっけな。あったあった。230×65。タコスケさん、おにぎり、みーさん、牛乳とお茶ありがとう。天然うなぎさん、パン、よいさん、お茶ありがとう。インスタグラム、どうしよう。インスタグラム雲とかにしようかな。雲。私のインスタグラムってどんなインスタグラムしてるの？私のインスタグラム水色か。まあいいか、雲で。これでフォント、うわ、おしゃれおしゃれ。シンプルがいいよね。みーさん、くまおにぎりありがとう。これでええんやないの？
画像を選択。あ、ちょっと待って、色を変えたいね。このさ、色何色にしよっかな。水色とかどない？青やん。水色は濃すぎるか。どんな色？濃いか、これ。これぐらいじゃない？ちょっと待ってね、今ね画像を作りよるんですよね。ちょっと待ってよ、まあ、作りよるからね。ちょっとおしゃれにはできんからな。そう、あのね、あのやっぱまだうまくできん、下手くそやから。うん、どうしよう、フォントが迷う。いや、もうシンプルにしよう。保存。でインスタグラムのなんだっけこれ、共有、自分のプロフィールをシェア、リンクをコピーして、更新。え、みんなちょっと作ってみた、更新してみて、どう？更新してみて、更新してみて、映る？この辺に透明になってしまった。あ、でも待って、リンクが、あれ、リンクが、あ、リンクがまだ、ちょっと待って、なんでリンクがさ、キャラになってるよね。リンクがキャラになリンクキャラになってた。なんか透明なの良くないか、白にした方がいいか。ちょっと待ってよ、白にするね。背景をさ、背景白にしよう。もう一回挑戦してみます。どや、みんな更新してみた、どう？インスタグラム飛んだ？次こそインスタグラムに飛んだ？りゅうちゃん、くまぱん、もみさん、牛乳、ララバイさん、ポップコーンありがとう。ララバイさん、お疲れ。もびさん、お茶ありがとう。たくやさん、ハートありがとう。ね、違うところに飛んじゃったんでね。劇場版の。やばい、10枚目の申し込み飛んじゃった。申し込みもできないのに。いけた？キャラになってた。やり直したよ。そう、作業した。できた？あ、いけた？ほー。見やすいし、飛べた。嬉しい。そう、シンプルイズベストにしました。あの、もう本当に白にインスタグラムって書いてる。表示そのものがインスタグラム。そう、わざとこれにしたんですよ。画像が自分で作ったやつをね載せれるんですけど、私はこのインスタグラムもうここから飛んでください、フォローしてくださいって言ったらもう飛べるようになってる。なので皆さん、インスタグラムやってる方はこの辺にインスタグラムのリンクが出てきたと思うので、まだフォローしなかったらフォローしてください。文字大きすぎるかな、もうちょっとちっちゃくした方がいい。変なこだわり。いや、いい、別に大きくても、大きくても
もいい？このぐらい大きくてもいい？作ったけど。あ、分かりやすくていい、本当にいい、あ、本当に大丈夫？見やすくていいと思う。あ、本当に？じゃあもうそのままにしちゃおっきすぎるかなと思ったけど、これでちょっとでもね、このショールームを見てね、フォローしてよって方がね増えたらいいななんて思ってますけど、あの今日はね、あのインスタストーリーを投稿したのでぜひ見てください。あのなんだっけ、本投稿はね、なんかね、あの1週間に2回、今月はね、今のところ今月は1週間に2回かなと思って、まだね投稿しないんですけど、インスタストーリーもしっかり見てる。お、嬉しい。見た？インスタストーリー。そう、今日ねポストしようと思って、まあ、もちろんインスタにもね載せたいなと思ってて、そう、次回投稿するのがその立町カヌレさんのね投稿をしようと思うんですけど、あのこれ私いいねも見てるから、インスタストーリーもだから、いいねしてくれると嬉しい。いいねも見てる。誰がいいねしただろうって見てるので、もちろん投稿へのいいねもそうなんですけど、ストーリーへのいいねを待ってます。ストーリーね1日24時間で消えちゃうのであれなんですけど、しっかり見てるのでよろしくお願いします。お、見やすいから OK、 ぜひフォローしてね。あ、テロップもそうしよう。ちょっと待って、テロップもそうしよう。左フォロー待ってます。くも、これやったらさ、ルームじゃなくてインスタグラムフォローってなるよ。わかるよねこれ。ルームのフォローは反対じゃない？一緒か、両方のフォローになる。もしかしてストーリーいいでした。そう、ちゃんと見てますよ。みんなのアカウントは見れないっていうか、の何あれだけど、名前を見てます。ありがとう。え、リールもしたいんだけどね、ちょっとねまだねやっぱり初心者だから分かってないので、まずはやっぱ投稿をね、ご飯の投稿をしていきたいと思います。どう？テロップフォロー待ってますって分かる？インスタグラムって書いてるから、やっぱ視聴はね激しめでいきましょう。お父さん、くまパンありがとう。そこまで一緒に画面映してない。確かに。でも入った人はさ、びっくりして何ってなってさ、ちょっと移動してくれるかな。次の投稿は土曜日ぐらいになります。土曜日に投稿しようかな。立町カヌレ、なんだったっけ、日曜日に公演があるから。どうなんだろう、立松カヌレちゃんと日曜日まであるかな。あの1日20食限定のコラボのやつあったらいいけど、なかったらどうしよう、寂しい。まあまあ本当に美味しかったからね、販売されててほしいんだけど。今日のインスタストーリー見てね。お花見の時の写真をポストした、あ、ポストじゃない、何？ストーリーにあげたので。え、なんか分からんけどかっこよくない？ストーリーにあげたって。今までさ、メンバーさんがさ、なんかインスタストーリー撮影とかしとってさ、あのなんかタグ付けとかって言うとってさ、なんか全然ソラハンはついていけれんかったんですよね。ちょっと最近ではないけど昨日から始めて、ちょっとなんか、ね、メンバーさんとツーショット撮ってなんか、ね、やってみたいよね、タグ付けとか。全然理解してないから私、うん、初心者やから。
他のメンバーさんに教えてもらって、こんばんは。でね、今日はね、やっとね、一つの充電器が届いたんですよ。じゃーん。私はこの前ゆりさんのお家に泊まって、ゆりさんのご実家に泊まって、充電したままそのまま忘れて帰ってきちゃったんですよね。で、今モバイルバッテリーがないってことで注文したんですけど、その注文した今回のそのモバイルバッテリーがめっちゃかっこいいので紹介させてください。こちら、私はもうずっとモバイルバッテリーはお父さんがアンカーを買ってて、ずっとアンカーなんですけど、そう、今回はこういう感じの白のアンカーで、もうこの線がついてるっていう。で、こうやってね、携帯も充電これでできるし、この C タイプのこれがあったら、ここ挿してこのまま本体も充電できる。なおかつここにね、線のさやつがあるから、線をC タイプと C タイプをつなげたら携帯もでき充電できるし、でこの何 USB のこのタイプがあったら、これがあったら、まあ、ここを挿して携帯も充電できるしみたいな。めっちゃすごい、か何もちょっと重めだけどめっちゃいい。しかもさ、これは私は C タイプのやつなんですから C タイプを買ったんですけど、よくないですか。ちょっとこれはね、どうやってしまえばいいんっていう感じなんですけど、ここね、めっちゃよくない、めっちゃいいよってなりました。めっちゃ良きなものを見つけちゃいました。こういう感じで、なんかなんだっけ、こういうところにもぶら下げれますよって書いてた。いや、そんな怖いことはさすがに洗脳やけど、この線が丈夫だからぶら下げてもいいやつらしいです。さすがにできんけど、こういう感じでぶら下げてもいいらしい。すごくない？え、なんか分からんけど画期的じゃないですか。このぶら下げ方はほんまにちょっと落とし、いつの間にかなんか紐が切れたりとかして怖いからあれなんだけど、こういう感じでもできるし、こうやってね、こうやって充電もできるし、すごっと思って。しかもなんか自分的にかっこいいと思ったのが、こうボタンがあるんですけど、このボタンを押すと、これなんですかこれみたいな。 99% あとなんか充電できますよみたいなやつで、こう 38H43 って何なんだろうね、 38H43 って何、38H って何、あ、なるほどね、説明書。3、4が本製品から機器への給電可能な残り時間、本製品への充電が完了するまでの時間だって。ってことはこれは38時間も充電できるの？本当に？ 38 時間分？え？本当に？消費時間。本製品から機器への給電可能な残り時間。38H40。あれ？なんか増えたり減ったりする M が。で、H って何時間ってことですよね。すごっ！そんなに？すごいんやけど、え、画期的すぎてすごい。あ、2回このね、このスイッチを2回押したら低電流モードになるらしい。だからゆっくり充電できるってことなのかな。え、すごっ、何これ、画期的すぎて、面白い。毎回ね、その充電がさ、もうなんか上限があるじゃないですか。
500回とか、あの本当にその製品が使えない、一生充電して一生できるわけでもないから、いつも1個にあたり500回とかなるじゃないですか。でそういうのが終わっちゃって新しいのを買いかけるって時は毎回アンカーの違うやつを買うんですけど、でさ、なんか今ここにつけるやつあるじゃないですか、なんていうん、え、これは全然これじゃないんだけど、こういう感じのなんかあるじゃないですか、充電器で、あれもめっちゃいいなと思ったんですけど、こっちの方がなんかかっこよくてちょっといいなと思って買ったんですけど、なんかやっぱ折れやすいらしい、そのここにカポってつけるやつはここがめっちゃ折れやすいし、あの充電の溜まるスピードがなんか遅めらしくって、そうこっちにしてよかったなと思うんですけど、これなんかかっこよくないですか、この 99% 100% まであとちょっとなんで、ちょっともうちょっと充電したいんですけど、え、めっちゃかっこよくないですか、おすすめです。お揃いにしたい方、私これは楽天市場で買いました楽天市場買いました。あの5のつく日はポイントが4倍なんですよね、だからこの前買いました。ちになみになんですが、こちらあの日頃からね使ってるやつ、アンカー、これもアンカーだし、このなんか線がついてるやつ、それこそ今これは配信してる携帯を充電してて、これはリングライト、これは今あの50 Pro なんですけど、これもアンカー、マジでアンカー民です。アンカーアンカーって感じです。お父さんがねアンカーって感じなんだよね。お父さんがアンカーってどういうことって、お父さんがすごいアンカーで、私もそれつながりでアンカーで、アンカーで揃ってます。他はアンカーではない、他がまあ電子機器がない、 iPad くれ、そう、楽天カードが楽天ペイ、 サラハね、最近っていうか去年の冬あたりに初めて楽天っていうのを、楽天ペイっていうのを使いました。私ペイペイしか分かんなかったんですけど、お父さんが招待してくれて言われるがままになって、そう楽天、最近ちょっと理解してきた、その楽天5のつく日に買ったらポイントがつく、ポイント大好き、 D ポイントとかもうすぐ貯めちゃう、 D ポイントと楽天ポイントと T ポイント、そう T ポイントもよく分かってなかったよね、やばい、なんかちょっとあの汚いのでちょっと掃除しながらお話しよう。今日も一日お疲れ様です。みんなのモバイルバッテリーは何使ってますか、あのあれかな、やっぱアップルっていうかではないか、モバイルバッテリーって何があるんだろう、私マジでアンカーしか使ったことないんですよね。BBB さん牛乳とお茶ありがとうございます。何があるんだろう、みんな何使ってる、まずモバイルバッテリー持ってないかな、そうワンチャンそうコンビニとかでさお借りできるやつとか使ってるのかな、みんななんかチャイナ、チャイナとかもあるんやね、まあ、そらそうか、世界にあるかそういうのは、あコンビニで買ったやつ、なるほどね、出先とかでね、あコンビニで適当に買っちゃう、なるほどね、エレコム、あエレコム読み方合ってる、でも聞いたことある、エレコム、アンカー、あアンカー中国なの、あそうなんだ、全然知らんかった、何もどこのメーカーとか知らんかったわ、アンカーです、私は、え日本って何、日本って何、結局手持ちの中ではアンカーのが一番安定してる、あーやっぱアンカーなんかな、やっぱアンカーとか言ってる、アンカーしか使ったことないから分かんないんだけど、日本は何、 CIO っていうのがあるんですか、ね、CIOメンバーとか何使ってるんだろう、
見ようかな。メンバーさんにあのアンケート取ろうかな。何のアンケート、何のアンケートすぎるアンケートだけど、皆さんのモバイルバッテリーはどこのメーカーのを使っていますか。そしてなぜそのメーカーを使っているのか教えてください。プレゼントから使うあのアンケートを作る時の。北斗のタカさん、牛乳ありがとう。買うときは面会よりも容量、容量やっぱ大事ですよね。これは100、嘘です、1000H なんちゃらみたいな、なんか1000なんちゃらのやつです。そうでね、その携帯にカポってつけるやつは500だったから、あったか容量少ないかなと思って、そう1000なんちゃらのにしました。容量と繰り返し、繰り返しそうだよね。これ繰り返し何回使えるんだろう。千なんちゃらと、千なんちゃらです、千なんちゃら。私これは天然うなぎさん、パンありがとう。千 H みたいなやつよね。あ、1万ではない気がする。え、ちょっと待って、楽天市場購入履歴か。1万だ、1000は嘘や。1万でした。1万です。うわ、最大3倍早くだって、すごい。スマホ約2回の充電可能。最大3台まで同時にだって。1000アンペア、これアンペアっていうの絶対違うよね。 AH みたいな。すごい、1万回以上の折り曲げにも耐えれるらしい。これ何回使えるんだろう、書いてないな。1万 AH、 ミリアンペアアワー、ミリアンアン、あ、あ、なるほどね。1万ミリアンペアアワー。え？ 1 ミリアンペアアワー。スマホ最大2回だって。あっ！私が買った時の方が安い。今買うより。あ、でも1000円クーポンみたいなので買ったんか。帝国さん、おにぎり、ハート、ペニーちゃん、ピカピカ、ウエッチンさん、おにぎりありがとう。1万でした。天然うなぎさん、パンありがとう。1万だったら流れる速度が速いってこと、充電できる速度が。鈴木さん、おにぎりありがとう。ちょっとあんまりね、理解ができていなくてね、ちょっと汗。鈴木さん、ハートありがとう。おにぎりもバッテリー2個持ち、すごい。でもさ、バッテリーってさ、すぐなくなるよね。私はもう怖いからね、めっちゃ持ち歩かないとね、不安になっちゃうんですけど。1万、数字が多い方が早く充電ができる。まあ、机の上のさ、リップとかのコーナーをさ、もうちょっと綺麗にしながらお話ししてるんだけどね。ちょっと最近全然使ってなかったから、ホコリがかぶってた。悲しい。使わないと。速さではない、数字が多い方がバッテリーの容量が大きい。あ、なるほどね。5000だとスマホをフル充電でき、1万2回できる。なるほど、そういうことね。わかりやすい。
容量あれかと思った。携帯がすぐに充電できるやつなのかと思った。違かった。それはそれは違う。1万じゃなくて、え、速さとかは別にそんな関係ないんですか？速さは関係なし。速さを重視したい場合はどうしたらいいんですか？もうピョーンってしたい人。速さはワット。え、技術だったっけ？勉強した気がする。ワットかける何は何みたいな。え、あるよね。え、技術だったっけ？理科、理科じゃないよね。技術だよね。え、技術だよね。技術でやったよね、そういう授業、中学の時。こんばんは。え、やったくないですか？あ、理科か。あ、理科。技術ではないか。ボルトと、え、そうそうそう、ボルトとかアンペアとか。もう全然分からんけどね。ソラハも全然分かってない。左手、え、そうだ、そう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 、そういうのあった。オーブ、え、あった。なんかこういうやつでしょ、こういうやつ。あったあった、懐かしい懐かしい。うわ懐かしい。見て、どうでもいい話なんだけど、今整理してて気づいたんですけど、最近ちょっとこういうお店のやつに集めてます。これはワイルドバンベーグルっていうベーグル屋さんと、あとはこれはノッテ、これなんて言うんだろう、これもベーカリー屋さんの付箋じゃないやつで、これはこの前昨日行ったラーメン屋さんのポイントカード、こういうの集めちゃう。本当にね、行ったところにこういうのあると集めちゃうんですよね。コレクター、こういうのが増えていくんですよ。私可愛いと思って、つれきちさんありがとう。パンと牛乳とお茶とおにぎり。エムさんハートありがとう。え、ね、めっちゃかっこいいよね、ワイルドマンベーグル。ワイルドマンベーグルみたいな感じ、え、あとね、めっちゃもう話が行ったり来たり行ったり来たりしてて申し訳ないんですけど、私の推しの朝耳ちゃんっていうキャラクターがいるんですけど、私の一番の好きなキャラクターはティムなんですけど、ティムって本当に全然グッズがなくて、なんかビレバンとかにあるんですけど、なんかそのティムはなんかちょっとやっぱ違くて、ユニバにいるティムとその、ね、UFO キャッチャーとかビレバンにいるティムってなんか違うんですよ。だからティムのグッズ買うにはユニバまで行かないといけないので、そのティムのグッズ集めれないんですけど、あ、サンキューマートとかとこの前コラボしてたんだけどね。でも私の推しあさみみちゃんが4月の中旬からもうすぐかな、サンキューマートとコラボするんですよ。私昨日 X で流れてきて、もうすぐいいねしたんですけど、でなんかグッズのサンプルみたいなのが X に上がってたんですけど、もうめっちゃ可愛くて、ちょっと全種類ゲットしたいぐらい可愛いんですよ。4月中旬から順次入荷らしいんですけど、こんなにもあるの、グッズが、私の好きなあさみみちゃんのグッズが。これは買うしかない。だって見てほしいの、これこれね、ステッカーなんですよ、ステッカー。え、携帯の後ろに入れたい。ね、本当に可愛い、あさみみちゃん大貯金。え、やばい、投資っていうん、これもう貢いじゃう。惜しい。見て、可愛くない？靴下とか巾着とか、めっちゃ可愛い。見て、これ前髪ピン。ねえ、可愛い、やばい。大好き。見てほしい。見て、洗濯ネットあるの、あさみみちゃんの。あさみみちゃんの洗濯ネットとはって感じなんですけど。めっちゃ可愛いやん。やばい。絶対に売り切れちゃう。だって可愛いもん。めっちゃ可愛いもん、めっちゃ可愛いもん、絶対売り切れちゃうよ。ちょ、頑張って、これはもうゲットするしかないですよ、これはもう。
ぱいいっぱいゲットしちゃう。これはパスがガチャガチャで引いてくれた、私の好きなラーメンとあさみみちゃんのコラボのやつと、でこれは私がなんだっけガチャガチャでゲットしたあさみみちゃんのこうアクリルなんか置くやつと、あと靴下3足あるんですけど、でこれはあさみみちゃんのヘアクリップ、メイクする、これは寝るときにずっとつけてるんですけど、2個入りで1個はパセガにプレゼントして1個は自分でって感じなんですけど、これ寝るとき絶対つけてます。やばい。でもね、本当にあさみみちゃんのグッズも本当にね売り切れが早くて、それこそビレバンとコラボしてて行こうと思ったんですけども、売り切れてて、で前島村とコラボしてたんですけどそれも本当になくて、でゲットできたのがなんだったっけ、靴下、パセのママが、パセのママさんが、パセママさんがね、長崎でゲットしてくださってって感じだから、そうあさみみちゃんの人気がすごいんですよ。私の推しって本当にすごいの、何度もかんでもなんだけど、だから絶対にゲットしたいんですけど、ゲットできるか分かんないんですけど絶対にゲットしたいと思います。あさみみちゃんは27歳の OL です。可愛いです、めっちゃ可愛い。 TikTok とかそれこそインスタとかやってます。嬉しい。早く早く4月中旬にならないかな。私の大好きなキャラクターあさみみちゃんがねサンキューマートに現れるらしい。サンキューマート本当にね、兵庫県に住んでる時行ったことなかったんですよね。どこにあるか知らへんかった。でもその広島に来てからめちゃねいっぱい会ってびっくりしてる。絶対にゲットするんだから。そう JK じゃないです、27歳 OL なんですよ。設定が面白いでしょ。設定おもろすぎ。あさみみちゃん調べてみてください。ピンクのうさぎちゃんなんですよ。でも最近さ、なんだっけ、おぱんちゅうさぎとかラブイーズとか、こうさぎちゃんっぽいピンク色のキャラクターが多いんですよ。だからちょっとあさみみちゃんの人気をねもっと出てほしい、爆発してほしい。可愛いもん、めっちゃ超可愛い。かまってちゃんなんですよ。ソラハに似てるんですよ。ソラハにすっごい似てて、かまってちゃん、ソラハに似てる、私があさみみちゃん似てるのか、めっちゃなんか似てるんですよ、かまってなところが。だからなんかより親近感湧いてめっちゃ好きなんですよね、あさみみちゃん。ソラハの推しキャラクターあさみみちゃん。私は何で見つけたんだろう、 TikTok かな、なんか TikTok で見つけた気がする。ほんまに可愛い。私の推し、愛が重たいキャラクター、そう、愛が重たいの、本当にもうね、だから共感するの、すっごいあさみみちゃんのね投稿わかるよあさみみちゃんってなるから、そう共感共感、ザ共感です。 BBB さんおにぎり、キングさんもおにぎりありがとう。そしてね、またキャラクターになっちゃうんですけど、これは去年ゆうかちゃんからねもらったやつなんですけど、あとこの前引いたやつなんですけど、明日、やばい、明日ですよ。そして金曜ロードショーも明日だけど、やっと公開される。いつ行けるか分かんないけど、そうだよ明日だよ公開。リームーンさんハートありがとう。そうゆうかちゃんとさちょうど話しててね、今日お仕事ゆうかちゃんと一緒だったんですけど、明日公開だねって言って、行きたいよ。なんだったっけこれお名前、あ道しるべで
道しるべ、100万ドルの道しるべ、映画見に行くときはこれ携帯の裏に挟む、飾ってます。私はテーブルの上に、テーブルの上本当にね、もうめっちゃ物があります。それこそ見てください、これあと2日ぐらいで使い切らないといけないんですけど、減ってません全然あの玉造り温泉のところでね、あの持ってきた源泉、減ってません、早く使いましょう、あと2日です。2日で使い切らないとなのに、こんなにも入ってて大変。リサーチャーさんおにぎり、ズキちゃんおにぎり、タカさんラブレター、ディームーンさんハートありがとう、コナン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 、皆さんこの宮城キングダムのポスト見てね、まだ見てない方は、そしていいねとかリポストとかもよろしくお願いします。タクヤさん牛乳お茶、ヒロシ BKK さん応援してる、ディームーンさん牛乳、キングさんおにぎり、タカさんパンありがとう、ありがとう。スーさん牛乳、リームーンさんお茶牛乳ありがとう。ストーリーズもみんなありがとう、いいねとかしてくれてちゃんと見てるよ。皆さんのお名前、お名前ってか、ショールームで見たことある方の名前だなる、あお話し会で来てくださる方の名前だってなるよ、ありがたい。友達に言ってくれた、今日お仕事場行ってシナノソラハちゃんフォローしてねって言ってない方は明日言ってね、明日金曜日だからさ、言わないともう土日になっちゃうから言ってね。今日はお買い物をしてしまった、もうね本当にお買い物、お買い物をしてしまいました、お洋服を買ってしまいました。それこそやんでしまうにゃ、もうやばい。でもね私ね春服を持ってないんですよ、あの夏か冬みたいな服しか持ってなくて、持ってなかったのでちょっと買っちゃいました。めっちゃ可愛いの、しかも本当にね最近さ急にあったかくなる、あったかくなったじゃないですかと思えば今日寒かったし、ちょっとまあ日中暑いけど夜寒いみたいなとこあるからこう服装が難しいんですけど、私本当に冬服か夏服しかなくて、その中間の1枚で着れるシャツとか1枚で着れる薄手のニットとか、まあ、これも着れるけどこういうシンプルなやつしかないんですよ。だからちょっと買いたくって、そのでね、まあ私は安くなってる半額とかになってるお洋服しか本当買わないんですけど、アウトレットとかお洋服屋さんでもあのなんかスペシャルプライスコーナーみたいなとこでしか本当に買い物しないからね、あのって感じなんですけど、今日はそのお洋服お仕事の合間にあの見てたんですよ、お洋服だらあのめっちゃあ可愛いなと思って、もうこれ買おうと思ったやつがあったんですよ。すごい店員さんに話しかけられてしまって、で似合いますみたいな、今日のお客様 の, あのボトムスにあのすごいこのトップス似合いますよって言われて、で
で、まあ、でもそのトップス買おうと思ったから、あ、じゃあお願いしますって言って、でその横にあるスカートもちょっと可愛いなと思って見てたんですよ。だからその店員さんが、いやこのボトムスもみたいな、春に本当にぴったりねみたいな、とても可愛いのでおすすめですみたいなで言われて、買っちゃった。2着買っちゃったよね。2着買っちゃいました。いっぱい買っちゃった、いっぱい買っちゃった。でも聞いてほしい、両方とも半額だから、もう 50% で買いましたからね。はい、ちゃんと半額で買いました。でもうね、その方すごいお話ししてくださる方でね、キングさんおにぎりありがとう。私お洋服屋さんでお話しかけられると、なんか何でも、まあ、どの時もそうなんですけど、めちゃ答えてしまうんですよ。なんかありがとうございますとか、本当ですかみたいな、なんか友達みたいに喋っちゃうんですよね。その方になんか、これから今日はお休みですかみたいな言われて、ね、あ、そうですって、あ、でもこの後お仕事なんですよねって、あ、この後からなんですねみたいな、ってめちゃくちゃ可愛くて素敵ですみたいに言われて、いやありがとうございます、そんなことないんですけどねみたいな話したら、なんかモデルさんとかアイドルさんですかって言われて、大体そういう時って違いますって言うんですよね。だから、あ、違うんです、でも全然そんなんじゃないですって言ったら、ってお顔はもうちっちゃくて、もう一人だけもうオーラが違ったので、もうそういう芸能界の方かと思いましたって言われて、違いますって言っちゃったから、まあもうそれで通すしかないと思って、あ、そうなんですよ、嬉しいです、ありがとうございます、そんなことないですけどって言って、すごい褒められました。すごい褒められた。今日タートルネックのりさ、顔ちっちゃいって言われて嬉しかった。まあお世辞だと思うんだけどね。顔ちっちゃいって言われて嬉しかったです。でもこの後もお仕事頑張ってくださいって言われて、ありがとうございますってなったんですけど、もうね、春っぽいトップスを買いました。で最近ちょっと私襟系のものを買ってないんですよ多分とか言ってたら、この前買ったね、買ってるわ、ピンクのボーダーのシャツ買ったし、え、やばい待って、めっちゃピンクある、やばい、私知らぬ間にめっちゃピンク買ってるわ。いや、ちなみに聞いてください、今日買ったやつもこんな感じのピンクの、え、なんかピンクに見えないけど、確かにピンクには見えない、ピンクっぽいでもベージュっぽいみたいな、でもピンクかベージュかって言われたらピンクっぽい感じの、この春に1枚で着れそうなこのニットみたいな、こう1枚で着て春に着たら可愛いなと思って、春っぽいカラーだなと思って、ベージュピンクっていうのかな、そう、これを買ったんですけど、そうで、私ピンクめっちゃあるわ、え、ちょっと待ってほしい、え、この前ね、それこそお仕事でバスケの試合のさ、香川行く前に買い物する予定ではなかったですけど、時間があったからお買い物をしようっていうか、まあ、お店見ようかなと思ってお店見よったんですよね。だからそれこそそこも半額だったんですよ。これちょっと値段ちょっと言いたいんですけど、さっきのやつもちょっと値段言うね、本当に半額で買えてるから、半額で買えてる、安いの、私は安いものしか買わない主義なんですけど、6000円、税込み何円だ、6600円の半額の3300円で購入したんですけど、この前なんかそれこそお洋服買う予定ではなかったからさ、あれなんだけど、こうお洋服見てたらめっちゃ可愛いのに出会ってしまって、え、可愛いと思って、で見てたら、まあ、店員さんが話しかけてくださったんですよ。だからその時ちょうどピンクのボーダーのシャツを着てたわけですよ。だから、え、そのトップス可愛いですよねって言われて、え、そうですよねってめっちゃ見てて思いました、え、めちゃくちゃ今日もピンクのトップスですけどピンク好きなんですかって言われて、いや、ピンク好きっていうわけではないけど、確かに春っぽい季節になってきてるからピンク、勝手に春といえばピンクだからあれなのかなとか思いながら、いや、なんか確かに最近ちょっとピンクのものめっちゃ買ったんですよね、店員さんの話したら、え、もう絶対似合うと思いますって言われて、で店員さんにデニムとか履きますかって言われて、その日
デニム履いてたんよ多分。あ、デニム履いてなかったんだけど、ちょうどこの前まだ届いてないんだけどデニムを買ったんですよね。だからあ、ちょうどデニム腹履きたいなと思ってデニム買ったんですよ。そしたら、そのトップさ絶対デニムに似合うんでみたいな、しかもスタイル本当にいいので、もうぜひもしよかったらって言われて、まあ、半額にもなってたし春夏着たいなって思ったので買ったんですけど、こちらじゃーん。こういう中は、あ、これ1枚で着ることはないんですけど、こういう感じのトップスにシャツって感じなんですけど、なんとこちらお腹出しなんですよ。私の去年の夏、私の去年の夏の服装を知ってる方もいると知ってる通り、じゃあ去年の夏はすごいお腹を出したんですよ。お腹だけが細いから、だからお腹出しぐらいのやつで、ショートのねジャケットも可愛くて、もちろんこれね閉じてもいいし、こういう感じの開けてもいいけど、デニムに確かに合うと思って、この前ちょうどデニム買ったからデニムと合わせたいなと思って買っちゃいました。またピンク、ちょっとこれもほどピンクではないけど、ピンク、これピンク、ピンクだし、ボーダーのピンクのシャツも買ったし、この前ピンクのジャケットも買ったし、ピンク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 なんですけど、可愛くないですかこれ。え、めっちゃ可愛くないですか。白もあったんですけど白じゃないなと思って、夏とか春はちょっとカラーものを着たいと思って、こういう感じでちょっとね露出系、露出が多めなんですけど、このねトップス着てこのジャケット羽織って、ちょっといい女感を出したくて、いい女ではないので感を出すっていう、いい女感を出したいと思って買っちゃいました。楽しみにしてください。これ半額で買いました。めっちゃ可愛いですよね。これも買ったし、それこそこのこれね、今日買ったこのトップスはね、どれだ、5940円の半額だったんよね。2800円、2900円とか2970円だ。もうこれも春に着たいし、このこれも春に着たいし、でその店員さんにおすすめされて買ったボトムスがこちらなんですけど、ミニスカです。マーメイド、こうなんて言うんですか、切れっぱじゃないんだけど、こうなんて言うんだろう、切りましたって感じの、こう春っぽいデニムじゃないね、これなんて言うんだろう、わかんないんだけど買いました。これも半額です。6930円の半額、3435円で、これは年がら年中使えるらしくて、1年中ちょっと買っちゃいました。ハイウエストにもなるし、ポッケもついてるし、丈感も私の嫌いな太い太ももがちょうど隠れる長さだったので、ちょっと買っちゃいました。可愛いでしょ。これもだからね、これこのトップスとこのトップスにこのスカートも合いますよって言われて、確かに合うと思って買っちゃいました。はい、もう本当に最近春服ばっか買ってしまってて、でも春ってさすぐ終わっちゃうじゃないですか、すぐ暑くなって夏になっちゃうじゃないですか、だからちょっとそこがなんね、あのやばい春服こんなに買ってしまってって思うので、そろそろちょっと春に着れそうな服をセールするのはちょっとやめていただきたいんですけど、買っちゃうので買っちゃうので、春に着れそうな生地感の服をちょっとセールするのはお店の皆様やめていただきたいんですけど、最近いっぱいいろんなお洋服買ってしるので、ちょっと楽しみにしててください。本当にいろんな空派を見れると思います。インスタにはまあ写真載せないんだけどね、自分のお顔とかはあんまり。もう本当にね、もう本当にセールとかしたらすぐにねお店入っちゃうからね、ダメ、もうすぐ買っちゃう、本当に良くないよね。だってさ、そんなんセールしてたらさ、可愛いやつとか半額とかなったらもう買いたいってダメよ。ダメです、これ私もお店の沼にまんまと引っかかってます。綺麗にどん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 買っていってしまう。
買いすぎてる。そうなのよ。そうなんだよね。夏はでもタンクトップを、タンクトップ？ノースリーブか。ノースリーブをね、いっぱい着る予定だよ。ノースリーブのワンピースもこの前買ったしね。もう楽しみ。早く着たい洋服がいっぱいあるんですよ。今日は寒かったんだけど。そうなんよ。そう、セールっていうワードに弱い。今日もさ、夜ご飯何にしようかなって考えてた時にスーパー行ったらタイのお刺身が半額で、タイのお刺身って高いんですよ。でしかもあんまりこうセールになってることがないから安くなってて買っちゃったし、もうやばい、いっぱい買っちゃってるので頑張りたいと思います。もっと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 頑張って。使いすぎてるので、でもちゃんと自分のその頑張ったよ貯金っていう貯金があるんですけど、その中からです、しっかり。使いすぎちゃったらね、良くないから。そう、なんかね、店員さんにね話しかけられちゃったらね、何でもね、あ、確かにそうですよねって言ってね、買っちゃうんですよね。でもね、本当にね、可愛いものしか買ってないので、全部可愛いからね、いいんですよ。それで、なんか、うん、可愛くないな、微妙だなって思ってる服だったら買わないし、そう、ちゃんと可愛いって思って買ってるので、いっぱい着ちゃいます。天然うなぎさん、パン、BBB さん、おにぎりありがとう。そう、セールは弱いからね。男性のお洋服ってセールとかあるんですか？あんまり見たことない。お父さんとアウトレット行った時、ビームスとか、なんかお父さん言っとったけど、男性とかって、なんかセールとかあるんですか？キノピーさん、おにぎりありがとう。なんか GU とかは、それこそ見るけど、GU とか、ユニクロとか、ユニクロセールあるか、ワゴンみたいなやつであるか。ひろひろさん、ハートありがとう。インスタフォローした、ありがとう。みんなもインスタフォローしてね。こっちか。ん？こっちか。インスタフォロー待ってます。めっちゃ目乾燥してきた。あるっちゃある。あ、本当に？ひろひろさん、牛乳ありがとう。あ、割とセールある？いいね。あるのね。なんか分からん、女性、なんか男性のお洋服それこそさ少ないやん。パパどこで買いよったんやろいつも。だからそれこそアウトレット行った時に買ったりとかしよって、あとはなんだったっけ、ユニクロとか GU とか。パパってどこで買ったの？お兄ちゃんとかもどこで買っとったんやろ。もうお兄ちゃんはその一緒におる時はもう剣道やったから、そんなおしゃれみたいななかったんよね。でもお兄ちゃんは今はどうなんやろ、一時期古着とかに流行ってたけど、ハマってたけど、今何着てるんか分からんけど、ビームスね。でもお父さんはあれかも、洋服の青山とかスーツ系のイメージある。お父さんとなんか家族で買い物行った時は、もう小学校のね、思い出なんですけど、小学校の時とか家族でイオン系のね、そういうでっかいショッピングモール行く時に、もうお父さん毎回まあ、うちらもお洋服とか、まあ、見るけど、お父さんもそれと同じぐらいの確率っていうか、こう何？スーツ屋さんじゃないんやけど、カッターシャツとかネクタイとか売ってるお店に絶対行くの。で、もう私からしたらもうなんか分からへんのよ。もう、だって同じようなカッターシャツが、こう、襟のサイズとか、それこそここのサイズとか、なんかサイズによっていっぱいあって、もうカーってなって、まあ、もう小学校の私からしたら、もうどれも一緒やんって思ってたけど、お父さんはなんかこだわりとかがあって、なんかそれでめっちゃなんか、お父さんといえば私服よりカッターシャツとネクタイをめっちゃ、
購入してたイメージ。なんかネクタイ掛けみたいな、ネクタイラックじゃないけど、もうそこにめっちゃネクタイあるイメージ。カット挨拶とかもすごいね。もうパパパパといえば私服よりももうカット挨拶だから、あのもうソラハからしたら分からへんけど、まあ、パパそういう着る側からしたらさ、いろんなこだわりあって、まあ、確かにソラハもお洋服みんなに一緒やんって、色一緒やからもう一緒やんってなるけど、思われてるけど、いやここはこう違うんだよ、デザインも生地も違うんだよってなるから、そういう感じなんかなって、おっ大きくなってから分かるけど、もう小学校の空からしたら、全部一緒やんって思ってたから、今に大人になってっていうか大きくなって、そのこだわりっていうか分かるよね。もうほんまちっちゃい頃はなんでだ、なんで一緒やんって思ってたけど、確かに違うなって思う。そういうカッターシャツってしかも SML とかじゃないやん、数字やんか、数字だからすごいなと思う。なんかもういろんな数字あって大変やと。しかもさ、そのブランドによって同じ数字でも違ったりとかしてて大変やなってなった。としやさん、バラありがとうございます。タイノーヨックさん、花束ありがとう。お仕事お疲れ様です。皆さん明日は金曜日だから、明日乗り越えたら土曜日で、土曜日を乗り越えたらマイカー公演楽しみ。昼夜ゆうかちゃんとココアさんのラストマイカーかな。そう、インスタグラムまだフォローしてない方はフォローしてね。あのみんなからのフォローとか、あの投稿へのいいねとか、あのなんだっけ、ストーリーへのいいねとかお待ちしてます。いっぱい拡散とかしてどんどん広めていってください。そう、古着はね、お兄ちゃんね、東京でめっちゃ買ってましたよ。東京なんかな、あれ分からんけど、めっちゃ古着でした。超古着。花束ありがとう。あ、そうそう、ネクタイね。そうなんよ、こだわりがあった。ペッチャパパ、タカさん、パンありがとう。あとめっちゃ好きなブランドのそのワイシャツって、カッターシャツは何個も買っとった。バンジェラモンスターさん、おにぎりありがとう。でお父さんはお仕事が本当に忙しい時、その何日か分のあのカッターシャツとか持っていてて、お母さんがそれをアイロンかけてハンガーにかけたままなんかやってたりしてる。クライベありがとう。めっちゃさ、すごいよ、間違えちゃった。大変ですね。3着とかめっちゃ持って行ってた、ママ、パパか。だからママが朝にいっぱいアイロンかけて、そうパパがお仕事持っていた。パパ大変。天然うなぎさん、牛乳とパンありがとう。オーダースーツ、あーオーダースーツいいよね。なんかあかりんさん作ってましたよね。すごい。そうそう、洋服の青山、私も洋服の青山やったっけ。いや違うとこかもしれへん、分からへん。洋服の青山ですか、キティちゃんの景品もらえるところって。それ違う。そうよね、春山キティちゃんの景品もらえるのって洋服の青山。知らん。嘘やん。これ兵庫だけ。嘘やん、もらえるって。もらえる洋服
くの青山か。弱くの青山でしょ。洋服の青山。スーツ、いやスーツ本当ね、ギャップです、スーツ姿って。だからお話し会とか、それこそあの公演終わりとかお仕事終わりに来てくださる方のスーツってギャップ萌え。普段のお話し会は私服やったりするのに、公演とかはやっぱりお仕事終わりで来てくださる方多いから、スーツやったらギャップ萌えって感じ。ギャップだからといって、あのみんなソラハの霊全員がスーツになったらびっくりしちゃうけどびっくらポン、びっくらポンって感じなんですけど。え、でしょ、洋服の青山もらえるでしょ、キティちゃんの景品。なんかハガキが来るんですよ、洋服の青山さんから。で、右あのピリ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 って開けたら、そのこのハガキを持って行ってこう購入した方にはそのグッズをプレゼントみたいなので、キティちゃんのお皿とかキティちゃんのバッグとか、キティちゃん関連のやつを私が小学生とか中学生の時はもらってました。だからそうパパのスーツ関連で、そう洋服のアーマー行くのめっちゃ好きやった。それではあの景品もらえるからえ、洋服のアーマーで景品もらえるよ、ハガキ持って行ったら。今は違うんかな、今なんなんやろ。で逆に景品が 年度末とかになると、なんか過去にプレゼントしてたやつとかをあのなんかお楽しみ袋みたいなんじゃないけど、え、なんかね、レンゲとか、レンゲ割りは違うんかな、なんかコップとか、それこそコップとかレンゲとかなんかもらった気がする。え、もらえるよね。え、共感、え、もう今違うんかな、今違うんかもしれんけど、洋服の山、あ、やっぱスーツがなんか買うお店によって違うんか。ヤオさんハートありがとう。え、ちょっと調べよう。今キティちゃんじゃない、キティグッズ。え、あんま見たことないな、あんま見たことないグッズがいっぱい出てくる。でもさ、あんまりさ、お仕事がさスーツ着る系の方じゃなかったらさ分からんよね。スカイホイールさんハートありがとう。パパがスーツ系やったからね。すごい、え、めっちゃある。あ、センス、え、なんかセンス見たことある気がする。違うんかな、ね、めっちゃなんか懐かしい。え、バック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 、これハローキティバック、え、待って、あ、わかる、この鍋敷きみたいなやつもあった。そう、はがきでね、はがきで書いてんの。はがきを持って来店した方にグッズプレゼントみたいなで買ったりとかしてね。うわ懐かしい。なんかもっと懐かしいやつなんかないんかね。やば、懐かしい気持ちになりました。なんか今日はなんかいろんな話題話した。何話したんだろう。あさみみちゃんがサンキューマードとコラボするよ。明日からコナンの映画始まるよ。金曜ロードショーもあるよ。あ、充電器は私はアンカーだよ。服買ったよ。じゃ何か何話しただろう。なんかいっぱい話したよね。あ、ピンクのトップスが多いよとか。あ、インスタグラムみんなフォローしてね。いろんなお話したね今日は。
でも明日はねお仕事がちょっと遅めの時間帯からのね、ちょっと最近ねありがたいことにお仕事が朝早くからっていうのが多かったので、明日は遅めの時間帯からなのでちょっとゆっくりできるので嬉しい。ゆっくり今日は寝ます、ぐっすりと。でも土曜日もお仕事なので日曜日もね、てかもうね私はもうあのなんだっけ、私今のところもう何十連勤になるんですよ今月は。やばいんですよ、まあ、なんかレッスンとかもお仕事とかもそれこそあるんだけど、今月はあのドラさんひなさん7周年のもあるし、プラス他のお仕事とかもあって、そうちょっとありがたいことにお仕事がもうボコ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 ンなので、あのしっかり休みつつもやりたいと思います。嬉しいよねスケジュールが詰まってるの、幸せです。キングさんおにぎり、もちあなさんお茶ありがとう。そうのんびりと寝ます、のんびり寝ます。体調崩さないように、そうなんですよね、体調崩さないように頑張ります。とりあえず本当にね20何日までずっとお仕事なので頑張ります。レッスンとかもねお仕事っていうのであれなんですけど、レッスンだけの日とかもあるし、レッスンプラス何かとかもあるし、なんだけど頑張ります。ということで今日はもう早く寝なくてもいいけど、明日の朝がゆっくりできるのでちょっといっぱい睡眠取りたいと思います。皆さん見に来てくださってありがとうございました。まだねこの私のこのショールームのルームのフォローはもちろんなんですけど、こちらにねインスタグラムっていうバナーがあるんですけど、そちらからねポチッと押していただくと、あのインスタグラムに、私のインスタグラムに飛びますので、ぜひぜひフォローしてください、よろしくお願いします。あ、そうだよ、今生の見逃し配信も私の X のいいね欄から、そして私のメールの URL から飛べますのでよろしくお願いします。めっちゃねもうスーハがもうマネージャーさんに何してんのよとかって言ってるやつが全部見れます。あそこあのカットされるかと思ってたらもうもろ放送されてて、私とマネージャーさんのあの対決、マネージャーさんはねもう映るのに恥ずかしくて全然言葉発してなかったんですけど、しっかり使われてた、もうびっくりしたマジでびっくりした、ここ絶対使われないだろうと思ってたらマネージャーさんも映ってるしね、マネージャーさんも私のこと映さないでくださいって言ったから、使われんと思ってたらもうめっちゃもろに使われてた、私の担当マネージャーさんのポンコツさんぜひ見てください。今生さんあれは1月とかに撮ったやつなんですけど、広島市内はね 4.5 キロ走りました。すごいでしょ、私ね本当にね辛いのがね本当に世界で一番苦手なんですけど、辛いものラーメン頑張ってダメなので見たことない。あと豚さん追いかけっこした、あとクレーンゲーム頑張った、見てください、よろしくお願いします。そう1月の中旬とかでした、そう箱根駅伝、そうお話もしました、原監督と。新一さんお茶ありがとう、めっちゃ辛かったです、本当に本当に辛かったですしかもお昼ご飯食べた後のロケだったのでもうお腹パンパンでしたでも麺はめっちゃ美味しかった、麺美味しいのに辛くてって何が食べたけど、ぜひ
見てください、今生さんもね。キングさんおにぎりありがとう。ではでは、そろそろ配信を終了したいと思います。皆さん見に来てくださってありがとうございました。ありがとう、本当に来てくれて。それでは壇上を読みます。13位最新型ポンコツさん、12位モビさん、11位ミーさん、ジンオトンさん、9位リュウちゃん、8位カイトさん、7位キズナさん、6位スーさん、5位トシキさん、4位ツリキチさん、3位 BBB さん、2位タカさん、そして1位は天然うなぎさん。ありがとうございます。配信見に来てくださった皆さんありがとうございました。まだ、こちらのショールームのルームと X、 そしてインスタグラムフォローしてない方はぜひフォローしてくださると嬉しいです。明日は夜かな配信しますのでよろしくお願いします。お昼もできたらしたいんですけど、できたらしようかな、またゲリラになると思うんですけど、よろしくお願いします。キングさんおにぎりありがとう。配信見に来てくださってありがとうございました。皆さんもね、明日でお仕事が一旦終わるって方がいると思うので、しっかり寝て明日に備えてください。なんで土日もお仕事の方はね、もう頑張ってくださいっていう感じなんですけど、一緒に私も明日頭パンクしないように頑張りますので、一緒に頑張ろうね。ではバイチャラポー、またね、おやすみ中、ありがとうございました。メールの返信待ってます。